なんか女友達と口論になるんだけど、女は手先が器用だとか言うけど、絶対男の方が手先器用だし、男はそんなことしてる暇がねえんだよ。なんか裁縫とかしてる暇ねえんだよ。そんな無駄なことに人生の時間を割いてる時間がねえんだよ、男は。だから女は裁縫が得意。それがなんかちゃんと仕事として確立されてる料理人とかさ、ファッションデザイナーとか見てみろよ。男の方が圧倒的に多いだろ、美容師とか。手先器用だったら女がやればいいじゃん。っていう口論をしました、プライベートで最近。女性の方が手先が器用だからさ、みたいな。いや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 、それはないからって。熱くなっちゃいました。放送外にもかかわらず。プライベートでやるのやばいだろ。かたくなに認めないんだもん、かたくなに。いや、女の子の方が手先器用だから、みたいな。寿司とかさ、ねえ、手先が器用だったら寿司とか握ればいいじゃん。見てみなよ。大将、女いねえじゃねえかよ。女って何やってんのじゃあ、ねえ。今思ったけどさ、女って何やってんの、教えてくんない？小池百合子は都知事やってるってわかるけどさ、で、女の子って何やってんの、今思えば。何してんの、手先は男の方が器用じゃん。頭は男の方がいいじゃん。スポーツ男の方ができるじゃん。仕事男の方ができるじゃん。女って何やってんの今。おそらく6000万人ぐらい女性がいるはずなんだよ。何やってんの、化粧してんのずっと。じゃ、本当にこれ煽りじゃなくて女が何やってるかちょっと聞きたいわ。女性視聴者ちょっとさ、教えてくんない、何やってんの女の子って。ツイッターとかしてんの、接客してんの。いやでも接客も男の方がうまいじゃん。ホテルのコンシェルジュで女の子とかあんま見たことねえよ。はい、論破な。何やってんのマジで。接客は男の方が絶対うまいから。ビルの清掃とかだって男の方がうめえだろ。あ、なるほど。受付嬢とかやってんだ。あー、まあ、確かに受付嬢って、確かに女の子しかいねえな。で、やっぱそういう風にさ、やっぱ、その、なんていうのかな。でもそれってさ、対外的な男性の目を気にして、いや、あれって別に、誰でもできるでしょ、わかんないけど。受付嬢見せたら怒られるけど。男性でもできるでしょ。やっぱでも、しかも、受付嬢やってる女ってみんな可愛いじゃん。要はそういうことでしょ。じゃあさ、本当にこれ、煽りなく教えてほしいんだけど、ブスな女って何やってんの？本当に教えて。こう怒んないで女の子。ねえねえ、ブスな女ってさ、何してんの？いつも。だってさ、男にもモテないじゃん。外に出ても、やっぱ負けを認めざるを得ないじゃん。化粧も楽しめないじゃん。多分、子供もあんま産めないじゃん。何やってんのマジで。一生懸命 OL とかしてんのか。大変だよな。女って博打なんだよ。ギャンブルなんだよ。可愛く生まれてきたらさ、もうすげえ勝ち組になるじゃん。はっきり言って佐々木希なんか見てみて、あんなのもうさ、とんでもないことになってんじゃん。可愛い女って結構ゴロゴロいっぱいいるじゃん。いっぱいいるじゃん、女の子って。可愛い女の子って。ありふれてるじゃん。渋谷とかさ、新宿とか、六本木とか行ってみたら。で、大半の女って、4割ぐらいの女って可愛いと思うんだよ。で、まあ、残り3割は普通。その7割に漏れた3割って何やってんの？一生懸命。いや、森三中とかさ、あんなのさ、もう、男でも叶わねえぐらい面白いじゃん。あれ例外だよ、例外。そんなこと言い始めたらさ、例外だよ。女リスナーブス選手権じゃないからな、それはやだ。なんでかっていうと、俺、ブスが好きじゃないから。こんなに、性の対象として見れるハードルが低い、俺がブスと認識した女はちょっと、好きじゃないわ。でて、ほんならそうでしょ、みんなだって。テレビとはさ、本当はさ、みんなさ、
ブス嫌いでしょ絶対。だって芸能人とかの噂になる女なんてみんな端から端までめちゃくちゃ可愛いじゃん。で、別にさ、俺たちテレビに出てるわけでもないけどさ、みんなってさ、ブス好き？システムエンジニアマジでブス好きだよ。あ、そうなんだ。ほら！みんなブス嫌いじゃん！総意だよ、国民の。ブスってみんな嫌いなんだよ。なんかいるんだよ、なんかさ、いや、ブスでも。いや、まずさ、それを認めた方がいいと思うんだよね。だって女に聞いたらさ、ブサイクって嫌いって聞いたら多分嫌いって言うと思うんだよ。だからよくアンアンとかでやってんじゃん。抱かれたくない男ランキングとかやってんじゃん。だ別に俺たちだっていいじゃん、ブス嫌ってもいいじゃねえかよ。そんな、しかも男のブサイクってまだ笑いになるけど、女のブスってマジでお前ら本当に俺恨むんだったら親恨んだ方がいいぞ。こんなこと言ってうんこちゃんマジで本当に最悪だよな、みたいな。そんな最悪な顔に産んだお前の親恨めよ、まず。俺恨む前に。そしたらお前がだって佐々木希だと俺は、すげえ俺は、大好きになるもん。マジで俺恨むなよ、これ聞いてる奴ら。俺は恨めよ、マジ。本当に。なんかメールでも来たけど、いやいや、最近思ったんだよ。何やってんだろう、女の子って、と思って。だテレビ出てる人たちは、なんだかんだみんな可愛いじゃん、絶対。絶対可愛いじゃん。そんなの。みんなさ、あいつ可愛くねえよな、とか言うけどさ、俺なんならみんな多分さ、沢誉れブスだよな、とか言うけど、俺言っとくけど沢誉れありだからね、マジで。本当に。でも一生懸命なんかやってる人って、キューちゃんとかさ、キューちゃんつってもあれだよ。その牧師の方じゃねえぞ。だから、いやだって見てみなよ。沢誉れの旦那さんみんな知ってる？めっちゃかっこいいよ、言っとくけど。だから、メスの最高人生の到達点って、良いオスを見つけることじゃん。だから沢誉れなんてめちゃめちゃ勝ち組なんで、俺たちよりはっきり言って全然勝ち組だよ。早稲田出てて、日本代表のなんか、トレーナーなんかやってんでしょ？それはもう仕方認めざるを得ないものなんだよ。ブスは大抵愛想が悪いもそうなんだよな。なんか見た目と中身は反比例する派がよくいるんだけどさ、いねえんだよ。美人って結構やっぱさ、昔からね、あ、可愛いね可愛いねって言われてるから、やっぱ悪い気しないじゃん。気持ちいい思いしてずーっとこと幼少時代から育ってきて、やっぱ気持ちいいんだよ。まあ、調子乗ってるとかあるよ。そんな天狗なんて誰しもなるから。でもやっぱ、その、いい感情を持ったままずーっと育った音だと、お前マジ、あいつマジブスだよなって言われて、曲がってさ、親を恨み、ねえ、ブスの悪口を言ってる名前の人を恨み、人への憎悪で生きてきた女性だったら絶対的に美人の方が性格いい子が多いけどね。マジでブスは性格歪んでるやつ本当多いからね。だからどん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 さ、顎とかも曲がってくんだよ。ほんと俺の妄想で、鍛え直した方がいいと思う。一旦な。罪とまでは言わないけど、事実として日本国民男性が 96% ブス嫌いだからな。残りの 4% はもう雑食系。美人の方が好きだけどブスもいけるっていう俺みたいなやつなんだよ。別にブスの方がいいって言ってるわけじゃなくて、お前らでもいいよっていう。腹減ってるんだったら別に芋の葉っぱも食うよっていう、そういう派閥だから、なんかお前ら市民権得たと思うんじゃねえぞ、ほんとに。って最近思いましたね。最近やたらブスが俺に反抗してきてさ。もうブスって決めつけて、でもブスでしょ、ニコ生見てる女。いや、ニコ生見てる女ブスでしょ。お、可愛い女あったことねえぞ、ニコ生見てる女でブス、可愛い女。生主に綺麗な子は多いよ。それだってさ、だからそうじゃん。可愛い可愛いって言われてるから、私可愛いんだ。じゃあもっともっと褒められたい。つって長所をどんどん相手にアピールしていくっていうのは当たり前のことじゃん。だから生主でみんなブスだよなって言ってるやつは俺、それは男の負け惜しみ。なんでかって言うと、女の生主って可愛いやつ本当に多いから。マイちゃんとかだって、みんな馬鹿にする人いるかもしれないけど、私生活だったらお前らなんか相手にされないからね、絶対。マイちゃんは可愛いから。ただ人として終わってるから、本当に。クズ。見た目だけだったら可愛いでしょ。ウキョちゃんすげえブスだよ。
でもあいつは人集めるじゃん、なんか。マスコットじゃん。別にでも、自分で可愛いなんて言ってないじゃん。だから、あいつがすげえのは、あんなにブスなのに人集めてるってのは、すげえって言ってんじゃん、前から。そりゃ、あれだよ。根強い人気があるなっていう。すごくねえか。で、言っても俺は綺麗な顔してんじゃん、なんか。すげえブスに、こんなこと言うやつって大体ブサイクだろって思って、俺結構いい顔してるんだ。恥ずかしい感じだけど。だから、ブスの負け犬の遠吠えは俺には聞かないからな。お前らより全然俺の方が幸せだから。顔だけで言うとな。勝ち目ねえんだよ、はっきり言って。ブスは。だルール決めよう。一個、ブスは俺に逆らえないっていう。俺勝ちじゃん、だって。勝った、今日も。一生。一生しました。性格いいとそいつの顔が可愛く見えるってこともあるけど、それはマジである。それはもう、正しいよ。それはマジで正しいよ、本当に。それは別にいいじゃん。個人個人の問題じゃん。で、末端なんてさ、末端っていう名前の人がいるんだけど、はっきりしてもブスだよ。だけど俺は末端のブーン見た瞬間に、あ、可愛い、この子応援したいっつって、どん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 、やっぱ可愛くなってくるわけよ。で、ゴロちゃんなんてはっきり言って世間一般から見たら全然可愛いからね。あんなのブスって言ってたら、ただのそれ負け犬の遠吠えだよ。ちゃんとしたブスにブスだよって言ってあげるのが、俺の優しさ、俺のスタイル。です。愛嬌ある女って言ったら、じゃあ、あれなんだよ、俺よくさ、女の子に言うんだけどさ、別に男と同じステージに上がってくる必要は全くないんだよ。女の子の仕事は、ただ一つなんだよ。ニコニコしてること。ニコニコしてる女の子ってめっちゃ可愛くない？ニコニコしてる女の子。で、それマジで、もうさ、それだけじゃん。別に勉強なんかしなくていいんだよ。仕事なんて男にさせとけばいいんだよ。家でニコニコしてればもうそれだけで絶対勝ち組になれるのに、それやるやつがマジでいないんだよね、本当に。社会進出してこようとするんだよね、ブスなのに。家から出てくんじゃねえよ、ブスは。男のモチベーションが下がるんだよ。街にいる女みんな可愛かったらこっちもモチベーション上がるんだよ。お前ら家でニコニコしてりゃいいんだよ、ずっと。おかしいんだよ。狂ってきてるんだよ、だんだん。あとさ、俺さ、みんなにもなんかそれ、本当にやめた方がいいなって思うことがあって、みんなにって言っても俺の視聴者じゃなくてね、国民全体に、国民全体というかネットの好きじゃないところがあるんだけど、やっぱさ、人ってさ、みんな誰しも老化していくじゃん。それをさ、劣化っていうのはちょっとおかしいんだよね。老化なんだよ。俺たちだって年取るんだよ。どん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 俺だってみんなだっておじさんになっていくわけじゃん。そこでさ、若者と張り合ってる、張り合おうとするのは本当に良くない。うーちゃかみたいなこと言われて、誰うーちゃかって。良い年をな。そう、みやこさんだって、あと2年すればババアになるわけよ。30でしょ。で、そこでさ、抗わないでほしいよね。なんか、可愛いババアになってってほしいよね。これ本当に伝えたい。なんか、整形とかしてさ、一時のなんか快楽。痛いだけだからな、マジで。なんか、じゃ、むしろ、二重の整形とかは痛くないんだけどさ、アンチエイジングって、なんていうのかな、行き過ぎる。例えばさ、水いっぱい飲むとかさ、エステ行くとかって可愛いもんなんだよ。なんか、糸で引っ張り上げるみたいなさ、皮膚を切って、釣り上げるみたいなのは、男からすら痛いだけだからな。あいつらなんで、そう、美魔女とかさ、いや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 、まあ、子供がなんか、かわいそうだなって思っちゃうんだよな、俺。ただの妖怪だよ。別に年相応にみんな年取ってってさ、それでさ、笑い話するじゃんね。いやいや、私も今こんなにおばちゃんになっちゃったけど、昔はかわいかったのよって、ハマちゃんの奥さんがさ、よく言うじゃん。はっ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 て言うじゃん。それでいいじゃないか。トグルだな、トグル弟みんな、整形してるやつはみんなトグル弟。俺は限界。それでいいじゃない。俺心の中でいつもテレビ見ながら。整形してる美魔女のババアどもに、私も年を取ればあなたも年を取る、それでいいじゃない。